皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、ヤフーニュースにニューとマークされている、いわゆる最新ニュースの解説です。まずは、国内ニュースです。中継、天皇誕生日の一般参加ということで、ぜひ中継をご覧ください。次、えー、全国的に極寒とのことです。 関東では雪、長引く恐れということで、平地に住まれている方もお気をつけください。先ほども私の友人から、雪が降っている地面が白いと <laughs>、はい、あの、滑るから外出ダメとか言ってましたね。はい、次、えー、株高でも政権扶養効果は不透明。そうでしょう。そうでしょう。 株が高いので喜んでいる人は投資家だけです。はい。次です。いきましょう。えー、国際ニュース。ナワリヌイ遺体と母対面。脅迫もあったそうです。厳しいですね。怖いですね。はい。次。ロシア軍の優位が鮮明。消耗するウクライナ軍ということだそうです。もう、厳しいですね。なん とか,なんとか耐えてほしい、はい、次僕が今ウクライナをテーマにした曲を英語と日本語を合わせると4曲作っているんですが、まあ、その中に結婚の曲も書いてあるんですけれども、えー、結婚の約束をして戦場に行って 電話の向こうで愛してると言った途端に爆撃で亡くなったそうです。はい。えー、次。えー、経済です。ダウ平均。終わり値で初の3万9千ドル台。世界中で一部の国を除いて株高ですね。はい。次。えー、オイシックス会長。汚染水の投稿。ね、ありましたね。 はい自認だそうです。はい。そういうことうになりました。はい。次。えー、ブロッコリー、生産者が勧める食べ方というのがあるそうです。僕、ブロッコリー、すごい好きなんですけど。えー、濃いやつ。色濃いやつがいい。そして、 いいろろあります。ブロッコリーの天ぷらブロッコリーチャーハンつゆびたしブロッコリーいやどれもうまそうですねはいねシチューとかからむでしょう絡むでしょうねはいいいですねはい次 IT です NTT 法改正案廃止に限定せず、はい、廃止に限定せず開案というのもいいでしょうと。 ね、改善する、それもいいでしょうと、はい、当然だと思います。はい、あの廃止ありきで、そんな結論ありきで会議するんだったら、会議いらないじゃないですか。ねはい、次、えー、っと、えー、っとですね、えー、っとですね、ちょっと昨日も流れてるニュースがあるので飛ばしますね、はい、はい科学です、アメリカの無人宇宙船が月面着陸着陸。 民間でで初だそうですやったはい、次。えー、LAD 山口が解明へ協力。音楽家の病。私もドラム叩くときには必ず耳栓を押して、じゃないと左耳がやられるんですよ。ここにちっちゃいシンバルでずっと鳴り続けるシンバルがあるんで、はい。それで耳がやられるんですよ。はい。僕、曲作るんでね、耳は大事にしてますんで、あの、人間ドックではもう、あの、 そのお年で素晴らしい耳を持っていますというふうに言われてるんでね。若者しか聞き取れないこともちゃんと聞き取るっているらしいんで、その耳を守りたいと思います。耳皆さん耳に気をつけましょう。はい。次。寒暖差ぎっくり腰というものがあり、都内で続出だと、とのことです。皆さん気をつけましょう。特に暖房をガンガン効かせている方。家でも少々は寒さをしのぎましょう。はい。次。 えー、エンタメ。藤原の藤本敏文が活動再開とのことです。頑張ってください。次。えー、プラマイ解散。えー、金光は、寝、えーね、耳に水とのことです。はい。次行きましょう。松あ、松島奈々子、50歳。ジムで105キロ上げ。多分私はできないでしょう。はい。すごいですね。これはトレーニングが必要ですからね。次。 後輩への暴力行為で、北情報かな北西法かなが引退届けだそうです。はい。パワハラ。やめてください。特に、あの、パワハラじゃないですね。DV、DV です。はい。いわゆる DV です。はい。次、悔しい。違うが,が、右肩痛で開幕アウトとのことです。それはつ、ね悲しいでしょうね。はい。次、た 旧女子5大会連続メダル確定おめでとうございますやったはい今ね、黄金時代を迎えているという女子テニス、このまま突き進んでくださいということで、今回のニュースは以上となりますが、皆さんはどんなニュースに関心を持たれましたでしょうか私はそうですね、やっぱりね、自分で曲を作ってね、えー、結婚式前に、直前に、 徴兵届が届いて戦場に行ったという曲と戻ってきて結婚式が挙げられるとただ片足をなくしているというそういう2曲を英語版と日本語版とでまあ英語版書かないと意味がないんで英語版を書いて日本語版も書いてということでやってるんですが残り のバラーードの方そのの方方そ結婚式の方を今レコーディング準備中ですもう私は書,く書き切ったんであとはボーカルさんの <laughs> 練習次第ということになっているわけですが、まあ、そういうことも考えるとね愛してるという電話の向こうで爆撃があったというのは本当に悲しいことですねあ本当にこんなことが起こってしまったのかと、はい、帰ってきてほしかったですねはい はい。ということで、今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。